皆さん、こんにちは。今回もですね、スプラックスネットのプレイングサッカーですね、シャッフルチームモードまたやりたいと思います。はい。世界中の選手からランダムに選抜して、たった一つのチームをその度に作るという非常に何回でも遊べるゲームです。頼む。あ、ずれた、来ました。あ、ポゴヒだ。うわ、強い。ドラグラスコート。あ、これは強いですね。マルキニュース。犬にもいますね。はい。この辺絡めますね。いやー、どうしようかな。難しい。でも逆に揃いすぎて。ストロートマンですか。ドラグラス。マルキーニョスはセンターで。いや、ディフェンサー十分ですね。申し分、あれ強いな。申し分ない感じになってる。はい。そうなると、イヌイの出番がなくなってくるような気がするな。イヌイ。うん、この人いらないですね。ヒヨタケもいるのか。はい。コロンビアはスピナーですか。どうしようかな。いいねを絡めたいな、どっかに。ポグバ、イブラヒモビッチ。ドラグラス、イブラ。イヌイをストライカー気味に絡めてみますかね。この人強いな、本当に。どうしようかな。こんな感じで、ちょっと、と目が出るかどうかわかんないですけど、清武抜いちゃうのか、これ。清武外すことないか。あ、いやでもな、ポグバいるからな。ポグバいるからな。いや、この人弱いっすね。アルゼンチンの。まあ、いっか。これで行ってみますか。ポグバ、イヌイ、ズラタン、ドラグラス、コスタの黄金カルテットで、ここでちょっと動き見ます。機能することでしょうね。相手はオランダと。またオランダですか。強いチームばっか引くな。アイズラタンここにいますね。わ、そうか。オランダ中央強いのか。はい。ポグバが仕事してくれれば十分。わ、すごい。わ、アズラタンが強すぎてマーカーがいっちゃう。ドラグラスに反応させたいんだけど。やばい。オランダは6分いないみたいですね。なんか、今の。フォーメーションだと。ただデパイが非常に早いんで要注意と。はい。イブラからヌイ。ちょっと失敗だな。やっぱりズラタン絡めて攻めたいですね。ズラタンにくさびを当てる感じで。うん。はい。で、ズラタンここにいます。イブラヒモビッチのことです。右走ってんな。中央で。はい。ちょっと強すぎましたね。強すぎたじゃない。遠すぎましたね。あ、イヌイ。わ、中央硬いんだった。アイズラタンここで取らせて、個人技で、ちょっとドラグラス絡めて、わぁ。なるほどね。サイドから崩しますか。ドラグラスいるんで。悪くない。ワントラップして、はい、強いですね、やっぱり。あれを勝てんのか。やっぱり、グランダーのボールになると、格段に反応が悪くなりますね、ユブラヒモビッチは。フライボールがだいぶ得意。はい。ドラグラス、イヌイ、ズラタンと。黄金コンビですね。わ。うん。ドラグラス、ズラタンの個人技と。はい。足元掘り込みは強いですね。最強ですね、ズラタン。やっぱり大きい選手なんで動き出しはないですね。あ、ちょっとミスった。えい。あ、ポグバがここで取れれば。ポグバミドルシュートあるんで一回打ちますか。こうやって。はい。強いですね。攻撃的に配置すれば非常に脅威になります。ミドルシュートは。うおー、強い。えへ、ー、今のバックパスでしょ。1-0。やっぱオランダの強さが出てる気がする。これは取れれば。はい、取ったらカウンターと。えい。イヌイ、頼む。うわー、イヌイの個人技。はい。いや、ボディコンタクトで弾き飛ばされたんですけど、足の速さで追いつきましたね。長友が得意なやつですか。あ、取れないのか。はい、これ、ストロートマン取ったら、ちょっと組み立て直す。サイド走ってますね。わ。いやー、この真ん中がオランダ強いんですよね。あ、イヌイも取られちゃいますね。
やっぱサイドか。うわー、やばい。ポグバの裏、マルキーニョスの裏。これはすごいですね。まあ、うわー、やばい。デパイ要注意ですね、本当に。ちょっと早すぎますね、これ。よし。犬に頼む。うわーはは。いやー、誰ですか、これ。ファインプレー。カウンター潰し。今のみたいなプレーは非常に大きいんですね、実は。即1点なんで、敵の1点のチャンスを潰して、即1点のチャンスを作るんで。高い位置でのハイプレスからのボール出しは最高ですね。はい、ズラタンキック力あるんで、もうガンガンミドルシュート狙って。はい、強いですね。これも、ああ、ちょっとヘディングになっちゃった。うわ、やばい。これやばい。はい、ここでカットできれば十分。うわ、ファイナルドム。すごいな。やっぱりオランダ全体的にチーム力十分ありますね。2010年ワールドカップ3位のチームなんで。いや、チーム全体の力決して弱くないですね。やばい。まあ、そんなわけで今回は、ちょっと消化不良かな。いまいち攻撃の力。やっぱり相手がオランダだったんで、不満ですけど。あ、乾の単独。うわぁ失敗。イブラヒモビッチの年から乾単独ありましたけど。はい。というわけで今回 2-0 ですか。イブラヒモビッチ、乾。あと誰でしたっけ、忘れちゃいましたね。あれ、あと誰だっけ、本当に。イブラヒモビッチ、乾。香川か。香川配置しましたね、そういえば。あと、ドラグラスコスタですか。この4人のカルテット。まあ、香川が特に消えてたかなっていう感じですね。イブラヒモビッチ相変わらず強いんですけど、ちょっと今回は、相手オランダで、チーム力強いということで、いまいち攻撃力発揮できませんでしたが。まあ、そんなわけで今回はこれで終わりたいと思います。はい。